はい。次、統合失調症の人の問題ですね。妄想を話した時の対応というやつで、えー、一番利用者理解のために妄想の内容を詳しく聞くとありますが、 あのもし、これもですね、統合視聴症の人が利用者にいないなとか、あ、勉強してないなとかって思う必要ないですよ。もし自分の目の前にそういった妄想ですね、そういったことを話し始める人がいたらどうするかっていうことなんですけど、まあ、これは認知症の人の話とかとも一緒かもしれないんですけど、あの、詳しく突っ込んで聞くかっていうことなんですよね。ねー聞かないですよね。かといって、妄想だからとか、嘘だからとか、えー、架空の話だからとかって言って、無視するかと言ったらそれもしないですよね。あの、それだと、ね、関係うまくいかなくなっちゃう ますよね信頼関係もなくなっちゃうのでなので突っ込んで聞くわけでもなく全く無視する,するわけでもないと近からず遠からずというですねその微妙な位置関係を保つわけですよねってなった場合1番みたいな詳しく聞くっていうのもおかしいし3番みたいな妄想の話は聞かないようにするっていうのもおかしいわけですよね。 で、2番読んでみますけど、妄想をなくすために解決策について話し合うとありますが、まあ、これやればわかりますけど、話し合ったところで解決なんかつかないですね。妄想はなくなりません。そんな簡単なものじゃないわけですよね。統合失調症の人の、えー、症状とか病気とかっていうのは。だから統合失調症というわけですからね。これは適切なように見えてそうあの、適切ではないですね。で、4番、妄想の内容は理解できなくても、否定も肯定もせずに関わる。これがだからさっき言った微妙な距離感っていうところですよね。まあ、うんうん、そうじゃないかなといったところで、 一旦パスとで5番、古代妄想の内容は事実ではないから気にしなくてよいと伝える。これはおかしいですよね。あの認知症の人なんかでもご飯食べてもたあの食べたの忘れて,忘れてというかうーん食べてないと思ってしまってお腹あのまたお腹空すいたとかご飯用意してくれとかいうことあるわけですけどその人に対しても事実ではないからって気にしなくていいよとかって言ったりするのしないですよね。おかしいですよね。ってなったらやっぱりこれは4番しかないなというところで4番が正解ということになりますね。えー、以上です。